はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、久々の、雑談動画ということで、やってまいろうと思います。今日はですね、新しい iPhone 11 Pro っていうのをね、買いました。で、まあそれでね、この社内動画は、それで撮っております。で、それにね、ロードのね、ワイヤレス GO というね、無線で、これピンマイクですね。今ここにね、ピンマイクがついてるんですけど、線がねないんですよね。無線でこの iPhone から、飛ばして、このピンマイクとして今使用の方しております。どうでしょうかね。明るく映ってる方じゃないでしょうかね。今これスマートフォンの、まあ、iPhone のね、これアウトカメラの広角超広角、レンズということでね、これ3つねカメラがあるんですよね。っていうかね、ま、今日ね、車の、解説じゃなくてそんなそうなんですけど、まあね、こういったねちょっとガジェットがねかなり私ね最近好きでねやってるんですよね。超広角なんですよ。今これ見えます？ iPhone ね、 iPhone と、これ、Apple Watch がねリンクして、今これアウトカメラなんで、アウトカメラなんで液晶がね私の方に見えないんですよね。で、これ Apple Watch を使えばね、このどういった画角かっていうのがね分かるので、まあそれで今やってるわけですね。でこの、今初めてね、今これほとんどテスト動画ですよ。そのままテスト動画を出しちゃうという感じでね、ロードのねワイヤレス GO というのを、今日届いたんですよね。それをちょっと iPhone にね、つなげてやってるんですけど、今ほらこれ分かりますかね、こう小さいね、これぐらいの、本当にねこれ小さいんですよ。これチロルチョコのちょっと100円バージョンみたいなちょっと大きいやつありますよね。あれぐらいの大きさですかね。と例えるならちょっと分からないんですけど、これがね、今このままでも単体でもね、ここにクリップがついてて、そのままここへはさげて使うこともできるんですけど、まああえてねこのピンマイクをつなげてここへしてるということですね。はい、では、右左見てね、電車が通り過ぎましたんで注意して渡りましょう。いやー、まあそんな感じで、ちょっとね、今商品リンク一応興味のある方下にねリンク貼っております。いろいろねやっぱ試行錯誤してね、この YouTube のね撮影環境というのを整えていってるんですよね。いつもでしたらこのインカメは、こうスマートフォンじゃなくてね、他のね、キャノンのアイビスミニX っていうね、もう売ってないカメラを使ってたんですが、まあ今回この iPhone 11でやってるということで、どうでしょうか。写りの方どうでしょうかね。こうするとね、どんどん荷物がね減るんですよね。iPhone で撮影するとやっぱりね荷物、まあカメラが1台減るということで、まあコンパクトに収まっていいですよね。まあそんな感じで、まあ今日はテスト動画ということなんですけど、もうちょっとね、もうちょっとあるんで、もうちょっと喋ります。10月23、4やったかな、から、東京モーターショーということでね、ありますね、今度新しくね。で、今回私ね、プレスで行かせてもらえるということで、まあちょっと東京の方行ってくるんですけども、の新しい、今度のモデルが、そこで見れるはずですね。なのでちょっと楽しみですよね。フィットだけじゃなくてね、他のブランドも、まあ、トヨタ、三菱、日産、マツダという感じで、まあ、国産がね、結構多く、まあ、メインな、まあ、東京モーターショーなんですけど、外車がね結構ね出ることは出るんですけど、そんなにね東京モーターショーって出ないですよね。まあ私はあんまり
あの外国の車というよりは、まあ、国産の方が好きなんで、まあ、興味があるんですけどね。まあ、今日はこう車の話ちょっとだけでまあ、ちょっとモーターショー行ったらね、立て続けその動画になっちゃうんですけども、まあ、皆さん楽しみにしておいてください。いや、フィットが一番ね、どうなるかなっていうのが楽しみなんですけどね。はい、着きました。待ってて、待ちこれちゃんと撮れてるかな。はい、これスマホ、まあ iPhone ね、これスリープしないんですよね。スリープしたら撮影がね終わっちゃうんで、スリープしてないことを願います。スリープしてるんかな、ひょっとして。じゃあもう撮影には使えねえって感じやな。お、スマートのなんか珍しい車がありましたね。よし、今ね、室内にいます。外に出ます。ワイヤレスマイク、ちゃんとね、ちゃんといけてますでしょうか。ロードのワイヤレス、GO、 ワイヤレス GO でございます。今これテスト動画です。映ってますか。これね、これぐらい離れても声がちゃんと、声が届いてると思います。今目の前を、ステップワゴン、じゃあボクシーかなが、通りました。電波の方は届いてますでしょうか。はい、まあそんな感じで、今これワイヤレスでお届けしております。いや、楽しいですね、ガジェットね。はい、戻りましたと。で、これやっぱアップルウォッチ使えるって最強やな。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか。今日はね、ガジェットの紹介ということで、まあ、ちょっとテスト動画に近い状態になるんですけども、うまく撮影できてたらいいと思います。音割れと音が一番ね、音が一番こうどうなってるかなというのが心配ですね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、今日は、車の撮影機材の説明でした。じゃあね、バーイ。シューはええけど、これでこうか。